うこそ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけども、大型アップデート対応カヨペリコ強盗、最低報酬と最低装備でも意外と儲かるというね、案内となります。まずメインターゲット、これカヨペリコ強盗でメインターゲットハードモードもピンクダイヤモンドに変更する方法などは説明欄や固定コメントの動画を参考にしてください。今回は最低装備のコサトカとスパローだけで偵察と調達、しかもノーマルモードで、メインターゲットが紳士ミートテキーラだった場合の最低報酬でも意外と儲かりますよっていうことと、これぐらいの時間でできるよっていうのを案内します。まず偵察でこうやってね、ベラムをね回収すると思うんですが、ミサイル撃ちすぎるとベラムねちょっとダメージ入りすぎちゃって途中でね墜落しちゃうってことがあるので注意してください。ここが1つ目の注意点です。カヨペリコ強盗のメインターゲットを偵察して、それがもし紳士ミートテキーラでちょっとやだなっていう時に、前回のね強盗をクリアして10分後、そして1時間以内であればハードモードのままメインターゲットをガンガン変えることが1時間以内ではできるということなんですけれども、それに時間を費やすのか、もしくはその間にガンガンねクリアしちゃうっていう方法になります。カヨペリコ強盗の偵察からフィナーレクリアまでだいたい1時間以内でねできる人が結構いると思うんですけれども、今回の動画1時間になっちゃうとさすがに多いということで、右下にタイマーをつけながらカットしていきます。なので偵察とかまたは調達のね重要な部分だけ映像で解説していきますので、よりね詳しくゆっくりね説明を聞きたい方は固定コメントや説明欄のカヨペリコガイドを参考にしてください。では検問所をこのようにウィーリーで走行してジャンプして飛び越えました。でここ大型アップデート以降は防犯カメラ1個増えてますので、ちょっと右側をこのようにしてね通過します。通信塔へ近づく時の注意点なんですが、通信塔のところに敵が1人いる場合はバイクで突っ込まないに注意で、手前の方で止まった方がいいです。またここにね1人いる場合はここの、ハッキングする装置が上にあるっていうことになります。いない場合はね、1階にあるっていう感じです。でメインターゲットをこのように確認します。で確認し終えたら、ここでクリエイターで新しい招待限定セッションで出現位置がコサトカになっていれば、このままロスサントス空港付近に大体ね、出現すると思います。こういったパターンで時間を短縮していきます。もちろんそれ以外の偵察とかでね第2ターゲットいろいろ見に行ってもいいんですけれども、その辺りはね行き当たりばったりでやっちゃうような感じで案内します。では大体空港付近に出現しますので、まず武器を調達してください。でビルに行く場合じゃない場合ですね、そういった時は、やり直すっていう感じです。クリエイターで新しい招待限定セッションで行く、もしくはミサイルを持っていればそのターゲットとなるヘリを破壊しちゃうっていうパターンです。オフィスに行ったらここはね、隠密行動でもいいし別にバレてもいいよって感じで斧でガンガン行っちゃってもどっちでもいいと思います。でここで武器を調達し終えます。大体ここまでで、偵察から、調達開始して1個目終わるぐらいで15、16分ぐらいで行くんじゃないかなと思います。続けて機材、プラズマカッターを調達です。ここ一番最初の建物入ったらいきなり携帯開いてカメラを起動で写真を撮影で視覚で送信、ちょっとぐるっと回ってから外に出ます。次に敵をちょっと倒してからコサトカに戻るっていうパターンですね。ここまででだいたい20分ぐらいでできるかなっていう感じです。では続いてなんですけれども、全部ねオプレッサーマーク2とかを使わずスパローだけで行くので、この後ね指紋クローンメーカー調達ということで、これもだいたい3パターンぐらいの場所に行くようになると思うんですが、最初入り口突っ込んでいき粘着爆弾を構えておきます。投げた瞬間右にそれてすぐ起爆、そうすると敵が全員倒れます。部屋に入った瞬間にホーミングランチャーをぶっ放してもそれでもいいです。でもう一度中に入るっていうパターンでハッキングをします。続けて次のね建物に入るときに防犯カメラ必ずね壊してください。壊すことで追っ手が来なくなります。奥の方に行き矢印が出てたところを通過すると大体ね、このクローンメーカーを、回収できるかなと。ここまでで大体ね30分以内というところでしょうか。続いてなんですけれども、機材最後のカッタートーチです。これも3パターンぐらい出て、現場のねこの場所によるんですけれども、すぐね敵に見つかってしまうような場所だったらガンガン敵を倒した方がいいです。このように見つかりづらい場合であれば黄色いヘルメットをかぶって回収するっていうパターンですね。ここまでで大体30分終わったっていう感じですね。最後ですね、乗り物を回収します。今回ねロングフィンパワーボートというものを調達します。この時スパローとかに乗っていて、この辺りアリーナの南またはエリシオン、そしてサイプレスフラットあたりをミサイルロックできる状態でフラフラしてください。そうするとね、ミサイルロックできるところに大体ファントムエッジがあるっていう感じで思ってください。もちろん普通のトラックのところもあるんですけれども、この3つのあたりでね大体出現すると思うので、あとはファントムエッジを回収する。これファントムウェッジもともと持ってる人はこんなことしなくても、いきなりね警察署の方に行きファントムウェッジを出現させてで回収することができます。昔は機動作センターを使ってね運ぶこともできたりしたんですけれども、それだと届けられない、また、修正が入り補佐とかを出している間に機動作センターが出せなくなってますので、このやり方がいいかなと。届けた時に手配度がついていたらちょっと離れた位置で自滅してでまた戻る。で乗り込むとクリアっていう感じで、調達これね全部偵察から調達までセッション移動全部含めてだいたい40分以内で終わっちゃうと思います。これがねだいたい目安とするといいかなと思います。ではいよいよフィナーレです。今回のパターンなんですけども、ロングフィンパワーボートを使いますので、空港に行き第2ターゲットを回収する。でバックを満タンにした状態でその後に屋敷に行き忍者ルートで簡単攻略っていう感じにします。なんで先に第2ターゲットを取るかというと、屋敷に行った後に第2ターゲットを取りに行くパターンだとちょっと敵がね強くなってるとか見つかりやすいっていうことがあるかもしれませんので、先にね入手しちゃうっていう感じです。ではこのままロングフィンパワーボートでメインドックに侵入で、脱出はどこでもいいです。で時間帯はまあ昼間がいいかなと思います。ではこのまま開始していきます。今回ね、この準備金を支払った時が1時間以内、前回のクリアの1時間以内に準備金支払っていない状態だったのでノーマルモードです。なので1回死んでも大丈夫だし、また、指紋のハッキングも1回でクリアということで、まあ本当に最低限の報酬って感じです。ではね、開始したらいきなり、この空港の方に向かってください。でロングフィンパワーボートがどっか行かないようにちょっとねこれ乗り上げる感じで止めといた方がいいです。これでも若干動いてしまう場合がありますので注意してください。ではこのまま敵に見つからないように行くんですが、まあ、撃つのが苦手な人はなるべくはたく感じで後ろからね、近づいてまるではたくっていう感じがいいかなと思います。で第2ターゲットを今回回収していきますけれども、報酬が高いのは粉、そして葉っぱ、そして現金という順番になります。ソロの場合ですね。大型アップデート以降屋敷内の金塊をソロで入手することは不可能となってますので、こういった感じで外のね第2ターゲットを回収します。またフォークリフトを使ってこの2階のね、粉とかね、葉っぱとか、現金を回収します。今回本当に最低報酬の現金でした。4つの山を全部回収してやっとねバッグが満タン、しかも金額もそんな高くなく、まあ35万程度っていう感じですね。まあこれでも悪くはないと思います。やはりロングフィンパワーボート若干動いていました。で回収してこのまま屋敷に行くんですが、小里家と同じような侵入で、地下トンネルのね下水トンネルですね、そこから侵入していきます。もちろんね島に近づきすぎて見つからないように注意してください。でこの時左十字キーをしてこれリブリーザーを装着などしてください。また泳ぐスピードが小里家で侵入と違い、スキューバのね、装着してない状態になりますので若干遅いと思います。このまま柵をね、切った後に前回忍者ルートっていうのをね解説に出しましたけれども、それと同じようなルートでいきます。まず銃をねここで構えます。で左に行くとね落っこっちゃうので注意です。銃構えたままこのまままっすぐ行きジャンプします。ちょうど敵にエイムがかかってるぐらいがやりやすいかなと思います。でここ落っこちないように注意してください。下防犯カメラとちょっと敵が強いやついますね。で見つからないように行きます。でここ下も敵がいますので注意してください。落っこちてバレないようにしてここのところの梁のところに乗り、そのまま、渡っていきます。で屋敷の真ん中あたりに行きます。で大体この辺りの敵がね、鍵を持って出る可能性高いので倒します。で今回持っていませんでした。でこの先にもう一人いるのでそれも持っている可能性が結構高いのでこれも倒します。地下の、鍵をね入手できればラッキーです。もしも見つからない場合はこの後ねこの塔の真ん中のところ行きますけれども、そこからエレベーターで地下に入る方法もいいと思います。ではこのまま登っていき階段のところ1回ここ止まってください。敵が来るのを待ってください。階段のところで倒すことができないのでちゃんとね平らなところに来た時を確認してから丸ボタンで叩きます。隠し金庫を回収します。ここでだいたい5万から8万ドルぐらいかなと思います。まあここで若干報酬が上がるのでやっといた方がいいです。で地下の鍵を持ってない場合は右の青いサークルのところから普通に地下に入るようにしてください。まあこの辺りジャンプしながら降りるとねちょっとスピードアップかなと思います。まあサブターゲット第2ターゲットで40万ぐらい回収できてるのでまあいいんじゃないかなと思います。でこのままね右側にね強い敵がいないかを確認しながら降りていく。で、地下の方に入っていきます。今回ノーマルモードなので、指紋のねハッキングが1回でできるということでまあスムーズなんですけれども、ハードモードだったら2回です。ではこのままハッキングします。まあこれのね、詳しいやり方とかもね、初心者講座やね、初心者ガイドなどを参考にしてください。一番上の柄を1として、右十字キー2回、3回、4回っていう風に上から順番に合わせていく感じです。そのままメインターゲットを今回回収します。まあ最もね、一番嫌われていると言われるね、紳士ミートテキーラ。これノーマルモードで90万しかね、もらえないんですね。しかし第2ターゲットある程度ねフルでもらえばこのように入手額130万となってます。でこのままクリアをね、まあ15分以内でクリア、そしてリスタートとかはない状態、見つかっていない状態、そしてバックが満タンであればプラス、5万ドル、これはノーマルモードの時はプラス5万ドルで、ハードの時はプラス10万ドルになります。黄色い輪っかのところにソロなら一気に行き、右十字キー連打で見つかることなく屋敷をスムーズにクリアできます。あとはね、脱出もこれも簡単です。もうね、屋敷の外には用がないので、このまま後ろから叩いてバイクを回収する。で、ここ、敵がね、いるところを通過していくんですけれども、若干右にね、逸れていくようなルート、この映像と同じようなルートで行くと、木があんまりないので、結構ね、引っかかったり倒れたりすることないかなということで、ここら辺から若干右に行き、島の端っこをね、走っていくといいんじゃないかなと、結構ね、走りやすいと思います。このままちょっと若干ウィーリー気味でジャンプします。で着水するとき、入水するときは、このようにね水平にするといいかなと。そうするとダメージが入らず報酬も減ることなく、このままあとは泳いでいくだけです。これ結構スムーズにいくと、ここのね、水に入ってから、海に入ってからですね、20秒ぐらいで脱出できちゃったりします。このまま潜っていき、左十字キーをしてリブリーザーを必ずつけてください。あとはこのまま泳いでいき、この後ヘリのマークが消えます。ちょっとするとクリアっていう感じで、まあ大体泳いで20秒ぐらいでクリアできれば簡単な方かなと思います。今回の偵察から、調達、そしてフィナーレクリアまで大体50分弱になってます。これめちゃめちゃ早いっていうわけではありません。これね、かなりやり込んでいた時であれば本当に40分ぐらいでクリアできたりします。しかしまあそんなね、10分ぐらいはね、まあいいかなっていうことで、まあ大体40分からまあ1時間以内でクリアできればいいんじゃないかなということで、カヨペリコのソロでは最低報酬ノーマルモード、メインターゲットが紳士ミートテキーラ、さらに第2ターゲットが全部現金、そしてなんとかエリートチャレンジクリアという感じで、偵察からフィナーレ全部クリアまで、セッション移動も全部含めてまあ51分半ぐらいですねっていう感じになります。これめちゃめちゃ急いだっていうわけではないので、多分皆さんがやったらもっとね短縮できる可能性あります。フィナーレクリア後1時間以内に次のカヨペリ5強盗の準備金を支払うまでに連邦保管コミッションやスーパーノートをやることで、さらにね 2,30 万稼ぐことができますので、説明欄や固定コメントを参考にやってみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。